んにちは、おはようございます。またよろしくお願いします。お久しぶりです。久しぶりです。あの吉崎さんと菅井さんの動画が今なんと23万回ちょっと びっくりしますね。たまに見たりします。あ、はい、最近 YouTube 結構見たりします。いや、ちょっと恥ずかしいんですけど、ね、猫の動画とか見てます。ちょっと質問いただいてありがとうございます。ガラスが透明である理由をとても丁寧にゆっくり説明してくださった上で、意味わからんくて草と言われてしまったので、ちょっとぜひちょっとでももうちょっと伝わればいいなと思って、ガラスが透明である理由説明させてもらいます。透明であるっていうことは、つまり吸収や反射や散乱という透過するっていう現象以外のことがあまり起こらない材料じゃないと透明には見えないんです。で、重要なこととしては、光を吸収しないっていうことがまず透明であることの第一条件になります。どうして光を吸収しないかというと、菅井さんがいい例で言ってくださってた、柄が高いやつらがいっぱいいるのが ガラスと、そうなんですよ、柄が高いですね。すごく強いエネルギーをもらわないと動けない電子がいるんですね。で、可視光って呼ばれるようなあんまり高くないエネルギーだと、そのギャラが低すぎてこの電子はエネルギーを受け取ることができない。あ、なので、なのでその光がガラスに吸収されないっていうことが起こります。素朴な疑問なんですけど、はい、熱いんですか？これはあんまり熱くないです。そうなんですか、はい。レーザーが熱くないってのが驚きだった。レーザーとか見るからに熱いし、なんなら溶かしてるんだと思ってた、というようなコメントいただきました。ありがとうございます。これおっしゃる通りで、基本的にレーザーはそのエネルギーを与えて、それを熱にして溶かしたり焼いたりするっていうことがよく使われています。すごく綺麗な切り絵のグリーティングカードとか、よくよく見てみると切った部分の端焦げてると思うんですけれども、あれとかはレーザーカッター、あのレーザーで熱を与えて紙を焼き切るっていうことで、切ってます。なので今回使ってるその超短パルスレーザーっていうのがすごく特殊で、熱くないっていうのがとても特殊なことが起こっているレーザーです。どうしてそんなことが起こるかと言いますと、レーザーから材料がエネルギーを得た後に、材料はすぐにその光子振動と呼ばれる、まあ、中にいる原子とかの激しい振動になる。で、この激しい振動がつまり熱になります。ただ超短パルスレーザーとかですと、電子がまず光からエネルギーを受け取った後に、その電子が受け取ったエネルギーをそのこういう原子とかの動きに変わる前に、エネルギーを受け取った材料とかが吹き飛んでいってしまうっていうことが起こるので、熱に変わる前にそのエネルギーを受け取った部分が消えたりするから溶けないっていうことが起こっています。おっしゃったように、吹き飛ぶっていう運動エネルギーは誰から育っているんですか？どういうメカニズムで吹き飛ぶ？ありがとうございます。すごくいい質問で、そして答えきれるかちょっと自信がないんですけれども、いくつか話があります。皆様、いつも工学部のチャンネルをご覧くださりありがとうございます。また私と菅井さんの動画もたくさんご視聴くださり本当にありがとうございます。この度工学部のリアル第2弾が開催されることとなりました。2022年10月9日安田講堂で開催です。安田講堂での参加は中高生、高専生、予備校生のみとなっております。ただ他の方もオンラインでのご参加が可能ですので、ぜひご参加ご検討ください。今回は私も出演させていただきます。前回の様子に関してはこちらのリンクからご覧になれますので、ぜひ参考までに ご視聴ください。またこちらの参加に関しましては、概要欄のリンク、 Google フォームリンクから応募ができます。ぜひご参加よろしくお願いいたします。まず一つ、そのイメージがしやすいので一つあるのが、電子が
エネルギーを受け取った後に電子が励起して原子核、まあ、ちょっと語弊があるかもしれない、原子核と電子っていうのがちょっと分かれた状態みたいな高エネルギー状態になります。つまりプラズマです。あ、おっしゃる通りです。プラズマが発生します。でプラズマが発生した時に金属とかでものすごく小さいスケールで起こると言われているのが電子だけが先に飛んでいってしまってちょっとで飛んでいってしまうとここの飛んでいってしまった部分だけ正の電荷が溜まります。そうすると電気的な反発力によって爆発するっていうクーロン爆発っていうものが少し関与しているというふうに言われています。でもこれ量は少ないと言われてるんですけれども、そんなことがまず一つあります。あともう一個なんですけれども、プラズマって固体みたいにギュッと同じ空間内にいることが得意じゃなくって、どちらかというと気体みたいな感じで広がりたいですね。なのでそのプラズマが広がりたいっていう力とがその元々あった材料にこう広がり力に反発する形で材料が吹き飛んでいくっていうことが起こります。